皆様ご機嫌うるわしゅうございます。本日はジョージ・ハリスンのアルバムクラウド9についてのお話をしたいと思います。まずはジョージ・ハリスンについて簡単に説明すると、1943年イギリス出身のミュージシャンです。1962年にビートルズのメンバーとしてデビューしました。ビートルズでは主にリードギターを担当したと言われてますが、実際にはポール・マッカートニーがリードギターを弾く機会も多かったので、ジョージ・ハリスンイコールリードギターと言えるかは微妙なところです。作曲面ではビートルズ時代はジョン・レノンとポール・マッカートニーの影に隠れがちでしたが、解散間際には名曲を何曲か書きました。一応1968年に初のソロアルバムを出してはいるのですが、この頃はサウンドトラックや実験的な作品だったので、本格的にソロ活動が始まったのはビートルズが解散した1970年と言っても良いと思います。そして残念ながら2001年に奇跡に入ってしまいました。私はビートルズのメンバーの中でジョージが一番好きです。曲やギターが好きなだけではなく、キャラ的にも好きです。一歩引いた感じがするジョジョの奇妙な冒険の歌教員のりあき的なポジションが好きです。黄金の輝きというよりも白銀の輝きみたいなところが好きです。っていうか、もしかしたら私は地味キャラが好きなのかもしれません。クイーンだとジョン・ディーコンが好きだし、イーグルスだとランディ・マイズナーが好きだし、軽音の放課後ティータイムだとタイナカリツが好きです。あとそれからジョージの好きなところは、エリック・クラプトンに神さんを略奪されたにもかかわらずずっとクラプトンと友達であり続けたというエピソードも大きいです。今回のお話の主人公となるアルバムクラウド9は1987年の作品です。9枚目のソロアルバムということでこのタイトルらしいのですが、初期の実験音楽とサウンドトラックを含めると11枚目になります。前作ゴーントロッポから5年ぶりとなるアルバムです。そしてアナログレコードから CD の時代になって初のアルバムと言ってよいと思います。ジョージ自身とジェフ・リンの共同プロデュース作品です。このアルバムの後ジョージは14年間スタジオアルバムを出さないまま他界してしまい、2002年に遺作となったブレインウォッシュドが出たので、結果的に最後から一つ前のスタジオアルバムになってしまいました。サウンド面は割と80年代という時代を感じさせる雰囲気で、ジェフ・リンの貢献度も高いと思われます。そしてビートルズ時代のジョージを知っていると笑ってしまうようなジャケットです。陰キャラだった高校生が大学デビューしてチャラくなってしまったみたいな感じですね。個人的な感想としては、捨て曲はないし全体的に聴きやすいとは思うのですが、神曲と呼べるほどのすごい曲はないという印象です。楽曲をランク付けすると A ランクの曲はあるけど S ランクの曲はないです。人間レベルですごい曲はあるけど神の領域に達した曲はありませんでした。無難なアルバムという感じです。ではここからは収録曲を個別に解説していきます。1曲目、クラウド9。私の好きな順に並べると11曲中10位になってしまいます。ややこしいのですが、9の部分はアルバムタイトルの方は NINE ですが、この曲の方は数字の9です。クラプトンがギターで参加していることもあり、マイナーブルース風の哀愁漂う曲です。でもブルースそのものではなく、あくまでもブルースの雰囲気が漂うポップスという感じなところがジョージらしいです。ピアノはエルトン・ジョンです。では次行きましょう。2曲目、 That's What It Takes。 ジョージ自身とジェフ・リン、ゲイリー・ライトの共作です。私の中ではこのアルバムにおけるベストトラックなのですが、神曲というほどではないです。ドラゴンボールでいうとクリリンぐらいの戦闘力は持ってるけど、悟空とは勝負にならないです。サウンド面ではクリリンじゃなくてジェフリンの貢献度が高いと思われます。シンセサイザーが使われていて80年代特有の爽やかさを感じます。
追っかけコーラスも爽やかさに拍車をかけてます。ギターがドレミファソラシドを弾いてるところはハローグッバイを連想します。この曲もクラプトンがギターで参加してるらしいです。では次行きましょう。3曲目、 Fish on the Sand。 好きな順に並べると9位です。60年代初頭みたいなシンプルなロックンロールですが、シンセサイザーが使われていることによってニューウェイブっぽく聞こえます。ジョージは自分が魚座であることを強く意識していたらしいのですが、この曲の歌詞はそれが反映されたような、自分を魚に例えた歌です。では次行きましょう。4曲目、 Just for today。 好きな順に並べると最下位になってしまいますが、決してつまらない曲ではありません。ピアノをフィーチャーしたバラードです。ジョージ版イマジンという感じです。あまりブルースっぽくないスライドギターがジョージらしいです。では次行きましょう。5曲目、 This is Love。 ジェフ・リントの共作で、どちらかというとジョージよりジェフの方が貢献度が高いと思われます。好きな順に並べると3位です。このアルバムの中では疾走感がある部類です。シンプルなロックにシンセサイザーが使われているのでニューウェイブっぽく聞こえます。ポップス的なスライドギターがとても良いです。では次行きましょう。6曲目、 When We Was Five。 We の後が Was というのは文法的に気になりますね。ジェフ・リントの共作です。好きな順に並べると6位です。タイトルの Five というのはビートルズのあだ名です。歌詞はビートルズ時代の思い出を振り返る感じですが、楽しい思い出を振り返るというよりも恨み節っぽい印象です。 It's all over now, baby blue というフレーズはボブ・ディランの曲が元ネタです。全体的に I am the walrus を連想させるような要素が目立ちますが、不気味というよりもユニークという感じの雰囲気になってしまっているところがジョージらしいです。 I am the walrus はガチでヤバい人という感じですが、この曲はヤバい人のふりをしたコメディアンという感じです。60年代のサイケデリックと80年代のシンセポップのいいとこ取りをした感じです。ドラムはリンゴスターが叩いているので、ほぼビートルズの曲みたいなものですね。では次行きましょう。7曲目、 Devil's Radio。 好きな順に並べると7位です。この曲もクラプトンがギターで参加してるらしいです。そしてこの曲もシンプルなロックと80年代的なサウンドの組み合わせがニューウェーブっぽく聞こえます。歌詞はマスコミへの恨み節です。では次行きましょう。8曲目、 Someplace Else。 前年となる1986年のマドンナ主演映画上海サプライズで使われた曲です。好きな順に並べると5位です。ビートルズ時代の Something の再来を感じさせる洗練されたバラードです。スライドギターは魅力的だし普通にいい曲だと思うのですが、普通じゃないほどにいい曲だった Something は超えられないと思います。ちなみに映画上海サプライズは各方面から酷評されたらしいです。それからマドンナはジョージとはビートルズがレディー・マドンナを作った頃から知り合いだったというジョークを言ったらしいのですが、ジョージはそれにドン引きしたらしく、マドンナにはユーモアのセンスが欠片もないと言ったらしいです。やっぱりジョージはいいキャラしてますね。では次行きましょう。9曲目、 Wreck of the Hesperus。 放題は金星の崩壊。好きな順に並べると8位です。この曲もクラプトンがギターで参加してます。ビートルズ時代のサヴォイ・トラッフォの再来を感じさせる管楽器が印象的でソウルを感じる曲です。この曲の歌詞もマスコミへの恨み節っぽいです。それから歌詞の中にビッグビル・ブルーンズイが登場します。では次行きましょう。10曲目、 Breath Away From Heaven。 映画上海サプライズで使われた曲です。好きな順に並べると2位です。中国風な雰囲気漂うノスタルジックな曲です。私はこの曲みたいな西洋人がイメージする東洋みたいな雰囲気、
結構好きです。では次行きましょう。最後を飾る11曲目、 Got My Mind Set On You、 カバー曲です。好きな順に並べると4位です。作者はルディ・クラークですが、ジェームズ・レイのバージョンを元にカバーしたと思われます。リッチー・バレンスのラ・バンバみたいな曲ですが、管楽器が使われていてロックンロールというよりもリズム&ブルースという雰囲気です。シングル版は Give Me Love 以来14年ぶりの全米ナンバーワンになりました。では今回はこんなところにしておきましょう。チャンネル登録、高評価などしていただけるとありがたいです。それからコメントもお待ちしているのですが、コメントに関してはお願いがありまして、コメントは原則として敬語でお願いします。誠に勝手ながらタメ口はご遠慮願いたいと思います。年齢とか私との親密度とか関係なく、私とリアル知り合いの方であってもここでは敬語でお願いしたいと思います。フリーザ様でも敬語が使えるので、皆さんなら余裕で敬語が使えると思います。それではまた次の機会にお会いしましょう。お疲れ様です。